よ。はい、こんにちは。髪を気にしていて。いや、あの昔のなんだ漫画のヒロみたいなヤンキーさん触り方になってかっこいいです。やだわみたいな。はい、この配信は、渋谷のラジオで配信放送中の渋谷で読書会のアフタートークになります。よっしゃ。今週は、文吉などを手掛けるアルチ和樹さんに、引き続き残っていただいております。よろしくお願いします。ほら、今日カニトークでしたね。カニと旅と迷子でしたね。カニと旅と迷子のトークですね。まあ完全に良かったな、カニの話と。急にカニを見てるんですよねみたいな。そうなんだ。ゆるい生き物は飽きないな、ね、生き物でね、旅で生き物で僕は結構大きい面白い話、もう大きい話があって、面白いって言っちゃったらダメですね。大きい話があって、カナダに小学校の時行ったんですよ。で、カナダとか国立公園とかがあって、自然にもう動物がめっちゃ解き放されてて、鹿とか、アライグマとかいっぱいいるんですけど、で時にはクマとかも出るから気をついてるみたいな。でそこでなんかベンチに座ってアイス食べてたら、アライグマ来たんですね。でアライグマ来て、あ、かわいいかわいいって家族で、でなんか餌を、アイスをね、取ろうとしてたから、まあ良くないのかもしれないけど、アイスをね、こう、ひひひひ、ちょっとあげようとしてたら、指ごと食われたんですよ。アライグマに。で、あーっつってなって、でもまあなんか、思い出良かったね、みたいな感じになって、で、帰ってきたんですけど、で、したら、なんか母が、なんか雑誌かなんか本かなんか読んだら、カナダにいるアライグマの 99% が、狂犬病ですね。書いてあって、まあ、今だから笑えるんですけど、大心配です、ね。でも母心配して、で、父なんかももちろん心配して、で、カナダの大使館とか問い合わせて、したら、可能性ありますね、みたいな。でももうね、国立公園のアラスカのアライグマだから、どのやつか知らないわけだから、と捕まえて、本当にそいつがどういう、ね、病気持ってるか分かんないんですよ。そうだからもう答えは分かりませんと。で、僕、しょうがないから病院に行って、検査しても、まあ、すぐわかんなくて、発症ってなんか10年とか、1年後だったり10年後だったりする。そんな一応、まあ、十何年経ったら大丈夫かな、みたいな。可能性減りますね。はいはいはい、急に、水怖がっちゃったりとか、まあ、死にます、みたいな。僕、小学校5年生ぐらいだったんですけど、余命宣告みたいですけど、まあ、発症したら死にます、みたいな感じで先生に言われて、俺死ぬから、みたいな思って、で、なんか、一応念のためってことで、なんかワクチンみたいなのが打たれて、それは何だったかちょっとよくわかんないんですけど、っていう記憶がね、旅の思い出としては僕の中で一番強烈なのがこれですね。一応生きてるんで多分今は大丈夫ですけど、確かに、まあ、雨の日もね、水怖がったりしないんで、まだ多分狂犬病になる。もしかしたら、その、近年まれに見る狂犬病発症者だった可能性があるっていう。いや、確かに、すごいことが、それ良かったですね。でもまだ分かんない。まだ分かんない。まだ分かんない。たまにハーッって犬になってる。犬っぽい時があるかもしれない。犬っぽくなる病気だし。イメージが、うん。確かに。でもすごいな。それ、アライグマ、結構噛まれ、噛まれ、痛くない？なんか泣いたのかな。でもなんかね、なんか、夏休みに行ってて、夏休みの自由研究として、その毎日絵日記を書くみたいなのをやったんですよ。その中になんか、噛まれて痛かったけど思い出みたいなこと書いてありますよ。そんな死ぬほど痛いとかじゃない、ね。ああ、そうですね。サクッぐらいのか、血がちょっと出ちゃったみたいな。ああ、そう、アライグマ結構噛みつくんですね。まあでも餌だと思ったんじゃないですかね。ああ、甘噛みぐらい。その、アイスとかと一緒になんか食べてた、パンかなんかと。へえ。まあ、だから野生、まあね、野生動物だから、そんなもんに餌与えちゃダメだよっていう教訓ではありますよね。あの、急にカニの話にまた戻ると、子供らがカニをめっちゃ捕まえるんですよね。はいはい、地元の子供たちが、うんうん。あの、強くて、あの、なんか、カニ、やっぱ、でかいやつは、ハサミがめっちゃ強いじゃないですか。だから、挟まれるんで、まあ、棒をかませようとしてたりとか、いろんな捕まえ方をしてたりとかするんですけど、最後結局、いててててって言いながら、こう、運んできて、虫かごに入れるみたいな。結局、かますのかいみたいな感じになってたんですけど、でも、あの、なんだろう、賢いやつがいて、貝捕まえて、なんか、潰して、
それを餌にして捕まえようよ。実際それ貝と貝がいるからね、こう取って餌にしてみたいなやってて、すげえな。すごいなんか。なんか文明来た感じですよね。棒とかでやったところに社会社会来た。社会来たみたいな。そう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 。賢いなと思いながら。でそういうやつが金持ちになってこうね。そう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 。初代の市長とか出てくるんでしょうね。その村の。ね、村尾さんになったりするっていうの。そうなんか。へえ。いいな。面白い。そう。カニとかも。でそれをなんかこう捕まえたカニを助けて、なんか海の中一緒にカニに背負われて、なんとか。上とかに行かなかったですか。ああ確かに。なんかでもあれじゃないですか、あのカニちっちゃいから、あの一足ずつというかね、右に一足ずつ、右にお坊ちゃまくんスタイルで、そうそうそう、カメだよね、あれはね、カメがいっぱい上に乗ってるやつの感じの感じなんですよね。だからそう、やっぱカニだったら二足か、うん、両足分いるかなという。もっと一緒にじゃない。まあ、カニのサイズにもよります。そうね、カニのサイズ。でもでかすぎるとやっぱ足ガニ股になっちゃう。広げない。高足ガニって。ああ。さえ広がっちゃう。なるほどね。そう。いいな、カニ、カニスケートみたいな。カニスケート。カニスケート。多分あれですね、動物愛護団体に怒られるやつです。そうですね。カニを上にしたらいい。カニを上にするのもう意味がわからない。カニカブトね。カニカブトね、そう。なるほどね。そうね。でもいいな。動物がとにかくね、あの、だから動物の本を最近気になって。あ、そうなんですね。うん、動物は何つうの、生態学みたいなのがあるのか、はい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 、なんかその、一匹というよりは、その、いろんな自然環境があって、生き物がいるみたいな、複数の種がいるみたいなのがすごい面白いなと思ってて。で、海でいうと、あの、レイチェル・カーソンの海辺かな、うん、があって、今、平凡社ライブラリーとかあるんですけど、はいはいはい、そこでやっぱり海への愛というなんかもうとにかく海のフィールドリーチェルカートだったらそういう感じですよね。自然っていう自然派な感じ。そう、なんかそれがすごい良くて、その描写が、はいはい、めちゃくちゃその海の観察をする時のワクワク感だったりとか、あと多分なんかあれかな、あの岩とか細かいものがいっぱいあるじゃないですか。あのでその中をこう水流がちょろちょろ流れてたりとか、そこに生き物がぶら下がってたりとか、すごい視点がミクロで、ほんとしゃがんで見てるような感じなんですよね。はいはいはい、面白そう。それを見るのがね、めちゃくちゃ。なんか海辺に住むものみたいな本がなんかあって、うん、誰だか分かんないけど、なんかその海辺のね、その生態系のことを結構こう詳しく書いてある、まあ、なんだろう、科学エッセイみたいな。あ、はいはいはい、まあ、論文とかではないと思うんですけど、あれだっけな、なんか茶色い表紙でね、海辺に住むなんとかね。タイトルが完全にあやふやなんですけど、あの講談社学術文庫とか古典文庫とかに入ってるタイプの本で、あ、違うかな、文春文庫だったかな。文庫にはなってって、あ、そう、文庫になっててね、海辺に住む生き物たちみたいな、違うな。今僕携帯がね、完全に今 この撮影に使われてるんで、はい、ちょっとこれが大変ですけどね。うん、まあそういう本があるんですわ。ちょっと調べてきますちゃんと。はい、あれは結構面白かったな。その生態系をなんかね、あえて崩そうとする、崩すみたいな実験をするんですよ、やっぱこう科学者たちは。そうするとこの一個の層が抜けたらどうなるのみたいな。よくこう三角形のヒレラルキーあるじゃないですか、はいはいはい、でそのサイクルで死んだらそれが下の一番最後のバクテリアが食べるみたいな。でもじゃあこの時のこの貝全部なくしたらどうなるの、貝類。はいはい、これ魚類入れたらどうするのとかっていうのをこう一個ずつ実験で、そういうのと書いてあって、まあ、面白かった記憶があります、ね、そう、生態系ってやっぱ不思議じゃないですか、うんうんうん、面白いですよね、そのいや、めっちゃ面白いですね、進化とかね、関わってくるし、そこに進化論とそういうのとこう絡めて 話を聞いたりしてると面白いなって気がしますよね。素晴らしいな。じゃ次回ではね、何の話しますかね。着物の話しましょうかね。着物の話か。ちょっとこの1ヶ月来に向けて生き物の本をちょっと読んでみよう。OK です。いいな、生き物。でも全然違う話してる可能性ありますけどね。そうですね。これはもう口から言ってるだけ。口が喋って、じゃあ口が喋って、後から追いついてる。脳は喋ってないから、ね、まだ寝てますからね、我々の脳は。そうなんですね。はい、というわけで、はい、この辺りで、じゃあ今週もありがとうございました。本編は毎週金曜日の朝9時、渋谷のラジオという放送局から、渋谷の読書会と、渋谷で読書会という回電波をね、
放送しておりますので、ね、皆さんぜひキャッチしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。さよならよん。さよならよん。